ずは黒の皆さんです。どうぞお楽しみください。皆さんこんにちは、黒と申します。今日は浜本さんの、ライブということで、まあ、あのアマチュアの今日は3番のですね、そうですね、全部を務めさせていただきますけれども、今ご紹介いただきましたが、もう私でもここルート212という冠のコンサートは、10年ほど前です、うん、10年ほど前、10年ぐらい前かな、7、8年前ですね、何回か出させていただきました、はい、今日は久しぶりに、この小山にも試合を出させていただきたいと思います。今日はオリジナル3曲を聴いていただきたいと思います。この曲は中津にございますファビオラ看護学校という看護学校の校歌で、作らせていただきました曲です。命をテーマに歌わせていただきます。ファビオラの風を聴いてください。ファビオラの
原の風という曲を聴いていただき聞きました。はい、感動学校ですからね。そうですね、いろんな思いを込めて作らせていただきました。今日は山本純子さん、はい、今日ですね、たくさんヒット曲を、もう自分の曲もそうですが、作品の曲もですね、愛していただけるということで、はい、本当に楽しみですね。そうですね、楽しみです。実は数年前ですね、七瀬川フォークジャンボリーという大分でやった時の野外コンサートで、はい、私たちアマチュア部門で、やらせていただいた時に、あの時は細野さんと、それから鈴木康さんですね、元復興する、それと山本純子さんのソングオブメモリーですね、お聞きをさせていただきまして、伊勢正三さんがプロデュースをしたイベントで、本当にこうその時に一緒にさせていただいたのを思い出すんですが、はい、まあその前に私たちの曲です。そうですね、はい、そうですね、私のおばあちゃんの話をちょっと聞いていただきたいと思います。今からですね、だいぶ前になりますけど、僕は田舎に生まれ育っております。久保手の山っていう選手の久保手の山の久保手でございます。その小川ちゃんのちょっと寂しいでも大好きだったおばあちゃんから聞いてください。ドラマ夕焼け
Oh,
この文化大会5月19日は何曲ぐらい歌われるんですか？それ佐川さん次第の話ではないんですか？実行委員長の何曲って言われるその通り、今日は、ね、3曲でした。なので5月15日につなぐということで、はい、また皆さんぜひライブを見に来てください。どうもありがとうございました。ですので、そちらにもぜひ足を運んでください。私もまたお手伝いをさせて